あのまあ、この度志村福美さんの展覧会、まあ、あの姫路でなさる、まあちらこちらでなさってるんですあの志村さんの音作品はもう随分前からいろいろな形で拝見してるんですけれど、まあ、これあの一応まとまってあの展覧会になった大変良かったと思いますあのパリでもやったことがあるんですよね私がちょうどパリのあれをしてた時に。その時にも 非常に評判が良かったんですでその志村さんという作品これはもう何よりもまずまあ草木染めの大家であってそして紡ぎ織りの大家で、まあ、その人間国宝にもなってそういうあの色と織りのおー作家というか私はもうそれは同時に詩人だと思ってるんですけど日本の美術っていうものの持ってる力これあの志村さんで。 あの大変よく分かって西洋の人はですね。何その織物なんていうのは芸術で言えば、むしろマイナーだっていうことを言うわけです。要するに工芸品ですよね。工芸品はこれは辛いんだよ。っていうこと、えー、日本の美をあのー、見直すことになる。あのー、同じく美意識とかなんとかもちろん。 みんな美しいものは美しいと思うけれども理屈それはどういうあれかっていう時にはもうそれぞれやっぱり考え方が違うわけですねで私は日本のだから美意識っていうのは西洋と通じることももちろんありますもちろん通じるところもあるけれどもしかしあの非常に重要な意味を持ってるで西洋だと理屈でやるわけだから例えば色と形っていうのは。 デカルトは色と形どっちが元か形の方が元だよって、まあ、デカルトは言ったわけですよね。っていうのは、えー、色のない形っていうのはあると色はない形でも形のない色はない必ず色はどっか形がだから形の方が元だって言ったわけですね。だけどそれこそ、まあ、志村さんもそうだけど日本は伝統的に形や色を見るだけではなくて 感覚で受け取ってる色の方が元じゃないのっていうことになりますでそれもあ元というかそれはもう非常に一つにつながってるその日本人の持っている、まあ、美的感性あるいは自然とのつながりそれをあのそれを草木染めという形でもう直接自然のあれというふうに見せてくれたのは志村さん。 あの日本の場合には向こうの場合にはニュートンは色があってそれこそ虹の七色があって何と何が補色関係で映りがいいというようなことを言うわけですよね赤と緑は非常に映りがいいとかいうことを黄色と青は大変いいとかですねしかしそうではなくてあの志村さんの場合 全体的なこう感覚でもって、あの映る。まあ映るってこともだから。あの西洋の場合と違って、日本の場合には。映るって同じものがこう。どっか行っちゃうことですよね。映るって、ね。だから。あの色が映ってくっていうのは、色は別のところへ行く。そういう感覚が。そういう感覚の持っている。日本的な特色っていうの。志村さんがあの。 よくく見せてくれてれるででそれは実際作品を見ないと作品を見て我々は納得するわけですそれを展覧会としてやっていただいているっていうのは大変に良かったと思うでその実際にはそれまでに志村さんもまずあの草木染めの草焼きを持ってきて染めてで染めるのも大変みたいですね。あの藍染めの場合にはあのやっぱり い,いつでもいいってわけじゃなくてお,なお月様との関係があってしかも夜での時でないとまた違ってくるこれも不思議なもんですねあの西洋だとそんなこと考えないからだからもうあ熟石でアニリに染料が出てきてからもうこれでどこでいつであったって同じ色が出ますよそう,う単純なものじゃない。 もう日本の色っていうそういう持っているで僕はは芸術っていうのはもうそれが大事だと思うんですよねだからそれをあの他の芸術でもそうだと思います日本の絵の場合でもあの彫刻でもあるいは工芸でもその芸術をその仕分けするっていうか西洋だとメイジャーとマイナーマイナーアートって言いますよね工芸はあの社会的にも。 あの要するに王朝時代向こうの王朝時代ルイジー四世画家は宮廷に行けたけどその工芸作家は宮廷には行けないはずですよねこれは職人だからというようなその社会的な区別があってそうではなくて日本人は全部一緒にあのまとめてるという意識が日本人の持っている感覚みたいなものそれが あのそういう,うこの芸術においてもその上下関係とか優劣をしないでむしろその色というものに対するあるいは織というものに対する志村さんの見方もの自体が大変だ自然そのものが大事であるということをうまくあれしてるんですね。でその辺の辺ととところは、まあ、あの議論になると自然と、まあ、元々はあの アートっていうのは技術でもあり芸術でもあるアー,アートっていうのはでそれは技術はその今やそれほどデジタルになって非常に優れたものができもう人間の計算能力もはるかにできるそれはその通りだと思いますしかしそうではない部分のアートっていうのはやっぱり大事であってでそれをあのこう見せてくれるのは 志村さんのあれですよねで美術館っていうのもそうだと思います美術館の役割っていうのはそういうことで、まあ、いろんなものもお見せするけど実は美,美というのは何かあるいはそれをやっぱり歴史的な流れの中に日本人というのはどういうふうなのかなと。で、えー、それは作家っていうのはそれを受け継いでるわけですよ理屈だけではなくて志村さんなんか特にもう体全体で感覚でそれを受け継いで。 先でもなさるしそしてしかもよく読んでられるからいろいろ細かいあれを書かれますよねシュタイナーの色彩論みたいなものそれを分かってて言われるっていうので大変なあの芸術家であり理論家であるというふうに、えー、まあかねがね思ってる。ですから今回それを展覧会でえ同時にまああの志村さんの本作品もあの紹介しながら。 あの書かれたものも紹介しながらで作品そのものを見せていただくっていうのは大変大事なことだなというふうであのまあ,あのコロナで大勢ばッと行くわけにいかなくなったかもしれないけどあのゆっくりとあの見られる展覧会としてあの会場もちょっと拝見しましたけどいいあれになってるなというふうに思いました。ですからあの 機会があったらまあ皆さんもぜひそれを見ていただいたらいいなというふうに思っている次第です。